アスカ系跡、アスカ跡は、奈良県高市郡アスカ村にある、アスカ時代の遺跡である。アスカ古教跡とも称する。アスカ系、すなわち都市としてのアスカにおける、遺跡群の総称であり、大王及び、天皇の歴代の宮や館が、豪族の邸宅や寺院など、大和朝廷の支配拠点となる建造物、及び広場、道路など都市関連遺跡の総体である。 アスカ系アートは、6世紀末から7世紀後半まで、アスカの地に営まれた諸遇を中心とする複数の遺跡群からなる都市遺跡であり、宮殿の他朝廷の支配拠点となる諸施設やアスカが政治都市であったことに代わる、採取施設、生産施設、流通施設などから構成されている。具体的には、デン・アスカイタ・ブキミアートを中心に、河原デラート、アスカテラート、 アスカ池工房遺跡、アスカ京後江市、坂船石遺跡、アスカ水落遺跡などの諸遺跡であり、未発見の数多くの遺跡愛好を含んでいる。遺跡全体の範囲はまだ分かっておらず、範囲特定のための発掘調査も行われている。アスカ愚は、複数の天皇が大大宮を置き、またはアスカ内の別の地に遷宮をしたことにより、周辺施設とともに拡大して、 旧都としての機能を合わせ持った。これは後に現れるような建設当初から計画され固定化する旧都、藤原経営の過渡的な都市であったことを示している。アスカの中心移行であるアスカ跡は6世紀末から7世紀後半までの宮殿移行だとされ、日本初期などに記述されるアスカに置かれた天皇、大王の宮の跡地であると考えられている。 もともとこの区域には、宮らしき遺構があると伝承されており、アスカイタブキ跡だとされてきた。アスカイタブキは、皇玉、西明天皇の二代の天皇、アスカ清見原の宮は、天武、児藤天皇の二代の天皇がそれぞれ使用した。こうした状況は、それまでの宮が、天皇一代限りの安宮という役割から、何代もの天皇が、 宮として継続して使用する役割に移りつつあったことがわかる。発掘調査は1959年、昭和34年からが始まった。発掘調査が進んでいる区域では、時期の異なる遺構が重なって存在することがわかっており、大まかには、愛期、いい期、いい期の三期に分類される。各期の時代順序と、日本初期などの文献資料の記述を照らし合わせて、 それぞれの意向であると考えられており、いい域の後飛鳥岡本宮、飛鳥清ー、アの宮については出土した遺物の年代考察からかなり有力視されている。発掘調査で構造が最もよく判明しているのは飛鳥清キヨの宮である。地元では当地を光玉天皇の飛鳥板イタブの跡地と伝承してきたため、発掘調査開始当初に検出された意向については、 電圧解た武器旧跡の名称で国の史跡に指定された。しかし、上述のようにこの遺跡には異なる。時期の宮殿遺構が重複して存在していることが判明し、2016年10月3日付で史跡の指定範囲を追加の上、指定名称を電圧解た武器旧跡からアスカ宮に変更した。アスカ旧跡最上層の遺構は内閣と外閣からなっている。 内角は、東西152から158メートル、南北197メートルで南北の2区画に分かれており北区画の方が広く一辺約151メートルの正方形である。井戸、高床建物、路上建物の建物が多く、河内市が敷かれている。南区画の方は2 1 2メートルの大規模な建物跡が確認されている。 この建物の中心線と内閣の中心線とが一致している。周りに小砂利が敷かれている。少し離れたところに難問が建設されている。外角でも掘立柱建物、塀、石組高等が検出されている。これらの内角、外角ともに太い掘立柱を建てた塀で囲まれている。これが後期岡本宮の跡だと考えられている。なお、この他に、 宮の南東に、エビノコ角と呼ばれる一角がある。エビノコ角は、アスカ・清見原の宮に伴う遺構であることが有力視されている。エビノコ角は、生子、エビノコにあるに由来している。この一角には 29.、29.25.3メートルで、四面ひさし付きの大型の掘立柱建物が、検出されている。これが、通称、エビノコ大殿であり、 後世の大極伝の原型と考えられる。しかし、反対意見も多い。大殿の周辺は、南北百メートル以上、東西約百メートルの掘立柱の塀で、囲まれている。外角の外側からは、かの富年、かの富、大積子、大北等と書かれた、牧書木館が出土している。かの富年は六百八十一年、大北は、大積子の姉の大北。 白王女の名と推定できること等から、この最上層の移行は、天武天皇の飛鳥清見原の宮に伴うものであると考えられる。すなわち、天皇の居住空間に相当する区画は、東西158メートル、南北197メートルの後期岡本宮をそのまま使用したものであり、その南東の東西94メートル、南北55メートルの区域は、 儀礼空間として用いられ、そこにエビの骨格が新たに設けられた。さらにこれら宮殿周囲を役所や庭園などの関連施設が取り囲み、役所の一部は周辺地域へも広がるという構造が周辺の状況や文献から推定されている。アスカケアト園地は電アスカイタブキ旧石の北西に隣接した庭園以降であり、1999年、 平成10年の発掘調査で確認された。外国施設などを歓迎する共演の場として利用されたと見られている。藤原慶以前に旧都に付随した園地が営まれていたことが伺われる重要内向である。2003年、平成15年に国の史跡、名称に指定された。2015年9月には園地に入るための門跡が初めて見つかったと柏原。 考古学研究所が発表した。1916年、大正5年に、出水の坂船石が発見されていた。その出土地点確認の発掘調査で飛鳥川の川辺にある小技、出水と5円地以降が出土した。2002年、平成14年時点で、東西80メートル、南北200メートルの広大な円地である。明朝、7世紀中に造営され、 天武町、7世紀後半に整備され、10世紀に至るまで機能し、鎌倉時代までには完全に埋没していたと推測されている。2013年、川原寺月などり若鳥こと宇者、愛しかもは豆よがわむもの女がたぶこと久しがや、の箇所は、半読不能などと漢字と万葉が名で刻まれた土器が見つかった、発表と一般公開は2014年。 読み下すと、川原寺の月、取ることなれ、もし取ることあらば、アイス、思考してわ豆ヨガは、防うの品物、助手またた久ししき川屋を言うことぶしとなる。文言は、川原家の外側に刻まれており、マスメディアによれば、意味は、川原寺の月であるから取るな。もし取れば災いが起こるであるとしている。飛鳥村飛鳥古池に所在する、飛鳥池は、 金星に作られたため池で、そこに1991年、平成3年に産業廃棄物を埋める計画が持ち上がり、1996年、平成8年に予定が変更され、万葉ミュージアムを建設することになり、1997年、平成9年から3カ年にわたる発掘調査が実施され、その結果、天武町の大規模な官営工房以降が検出された。 複合的な工房群が発見された、アスカイ家工房遺跡では、1998年、平成10年に、不本線の鋳造が確認された。伊ガやバリ線、伊沢オなどが出土している。2001年、平成13年に、国の史跡に指定された。謎の石造物であった、坂船石は、砂岩を用いた、流水施設で水を汲み上げ、船型を死体思想でろ過し、 カメ型の石層に水を溜めて、清水としたものであり、水別祭市の移行であることが分かった。さらに、坂船石のある丘陵には全体に、砂岩の霧石による石垣が巡ることが分かり、丘陵全体が生域として扱われていたことが判明した。1927年、昭和2年に国の史跡に指定され、その後も追加指定がある。史跡川原跡では、 寺の創建と永然に関わる河原、金属工房が確認された。1921年、大正10年に国の史跡に指定され、その後も追加指定がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。